行動してるなんて思えない。もう3人の中入れねー。あ、もう。なんかおる。なんかおるて。マイクラ人狼クエストの遊び方。マイクラ人狼クエストはマイクラと人狼ゲームを掛け合わせたゲーム。村人に紛れた人狼を暴き出して平和な村を取り戻せ。村人陣営の勝利条件は人狼陣営と第三陣営を倒せば勝利である。人狼陣営はクエスト達成を阻止しつつ村人陣営と第三陣営を倒せば勝利となる。第三陣営は各役職によって特殊な勝利条件が存在する。この人狼ゲームは昼と夜のターンに分かれ、昼は自由に会話が可能、夜は音声をミュートし、全員会話は禁止となる。そしてフィールド上に置いてある木材や鉱石を採取し、エメラルドをある程度取得したら、フィールド上にあるショップでアイテムと交換しよう。この世界は昼のターン限定でクエストがランダム発生する。クエストをクリアすれば試合が有利になる報酬がもらえるぞ。この世界に呼び出されたプレイヤーたちよ、人狼の嘘を暴いてこの村の未来をつかみ取れ。マイクラ人狼クエスト開幕だー。ゾイ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 なってる。イエイ。というわけでチカも開始いたしました。いやー孤独すーごいエメラルド手に入んな今日。あーすーごいいる。おいおいおい、こんないて豊作じゃないか。おい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 。あれかー、パンが3つしかない。あ、今回パンいないんだよね。どうもー。パン屋いないよ。いないよパン屋。今日パン屋いないんだよね。オッケーオッケー。パン大事だよ。豊作じゃない。がっちりの人いたな今。まあとりあえずね。はいはい、なになに、一発だけ殴らせて。おおお、なんで。ありがとう。なんでなんで。え、ちょっと待って、え、もしや、あの人前の試合の、あ、ちょっと待って、これまずい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 。まあとりあえず、ちょっと待って、もうやばい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 、本当やばい。あの人デストロイモード入ってるって。前の試合の恨み入ってるでしょ絶対今の。どうしようかな。おっさんなのは分かった。さすがやでマジで。まあ一人道だからね、慎重になるよね。その気持ち、おお、わか、わかる、わかる、わかる、わあ、ああ、ああ、突然人狼だろあれ。はい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 、いいよいいよ、別に見られててもいいよ。痛いっておかしいだろマジ。まあちょっとねこれ痛いんだけど。突先輩にめちゃめちゃ近づかれました。正面から怪しいです。人道です。とっさんなんか動き怪しかった。ちょっとね怪しいんだよねとっさん。動きは怪しくないだろ。そんなこと言うんだったらにぐさん、俺すげえまた強く振られたよ俺。いや俺ちゃんと宣言してるから一発パンチしていいって言ってから。いやいや、じゃあ一発パンチされた後に強く振られてるのよ。さっき本当にヤバくて、なんか正面からずっと近づいてくれんだよ。絶対人道じゃん。あの動きは何をされて、最初からもう驚くはキルされてるのよ。あの時、後ろにね、なんかナーザンかベルちゃんがいたのかな。で、これ、そうで、それで、あ、突っ込んでも、あの、殺されたら、なんかまあもう証言してもらえいいやみたいなぐらいで、それで、突っ込んだだけ。多分俺だと思う。なんか立ち止まったから、え、なんかいるんかと思って帰ったんだよね俺、怖いから離れたんだよねっていうので、まあまあまあ証人がいる状態だったから突っ込んだっていうのはあった。でもね、トツさんがそこまで考えて行動してるなんて思えない。今のだいぶチクチクだよ今。だいぶチクチクだよ。頭に頭使ってプレスんだぞ。いや違う、感覚派だと思ってるから驚くは。自分は楽しければ今の快楽を優先する人物だと思ってる。じゃあちょっとこの人
この人逆に怪しくなってきちゃった俺。ニグさんも許してないからね俺。言っとけよ、覚えとけよ。許してないの。敵しかおらんや。覚えとけよ。危な。あの野郎ども、俺だったらいくらでもぶん殴っていいと思いやがって。ゆ先輩だろ、どう考えてもさ、わかるんだからな。驚くには、何が突然そこまで考えてプレイできないだよ、おかしいよ。いや、たまに、お、あ、お、そういうことだよね。父さん人狼。じゃあ、人狼じゃない、あなた、あなた分かってるでしょ、分かってるでしょ、分かってるでしょ。俺が白いことは分かってるでしょ。分かんない。え、嘘だろ。え、だって何も根拠なくない。え、嘘だろ。あ、そういうこと。いや、あのね、あのね、おーい、マジで、あの野郎。とっさん、迷う狼だ、行かなきゃ。どこどこ、狼が驚くを呼んでいる。行かなきゃいけない。どこどこなの、どこなの、どこなの、本当に。え、狼、とっさんが亡くなってます。とっさんが亡くなってます。向こうの路地で亡くなってた。そうだよ、ベルちゃんにやられたんだよ。俺ベルちゃんとすれ違ったんだよ。ふざけやがって。滝向かいにいた。え、あ、ベルさんいるけど、あそこに。いやけど怖くない、それで倒しに行くの。あ、次の朝待ってもいいんじゃない。別に一応あの報告だけして、俺も死ぬかもしれない。俺見られたから、すれ違った時見られたから、もしかしたら死ぬかもしれない。あ、とっさんが死んでて、うん、そう、俺が死んでたの。今反対側の時、すいません、誰かあのパンを恵んでくれませんか。ちょっと、あ、すごい、めちゃくちゃ持ってる。あ、全部回収された。パンをください。自慢されただけだった。ありがとう、ありがとう。なんか、驚くさん、あのさ、奈良さん、あんなにニグさんに渡すんじゃん。怪しくない、なんか。あ、ベルさんもいてよ。え、ベルさんも渡してない。めちゃめちゃ渡してたよね。5個くらい渡してたよね。2つパン投げてたよね。なんだったらワンちゃん虹色つかんちゃだったよね、あれね。え、これ多分普通であっこ2人だっけ。セントどうびちゃん、おー、なるほどね。虹色スパチャもらいました。虹色スパチャって何。虹色スパチャもらったの。ん、何が。ナナシーさんからさ、めちゃめちゃスパチャ送られてきてる。知らない、知らない、全然わかんない、全然わかんない。あれなんかすげえ恵まれただけ。俺ナナシーやらないとと思ったけど、多分もうあそこで伝えてるから、どうしようかな。いや、裁判まで行ったらまずいんだよな。一人はやっときたい。いや、ここを絶対一人倒しておきたいんだよな。これどっちだ、これどっちだ。イエーイ、うわー、イエーイ、やった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 。いやー、大好きすぎたニグさんが。やったやったニグちゃん、ニグちゃん、ニグちゃん。あ、驚くパン、ニグちゃんだよ。けど、あそこで切らないとベルサ釣られちゃうから。普通に釣られちゃうからダメだと思って。ナナシーに墓見られたからね、夜でやるしかなかった。セミで持ってくしかねえと思って。セミで持ってくあ、なるほどね。イエーイ、というわけでおバカちゃん編成なのだ。おバカちゃん編成するのだ。やったやった。ニグさん人狼でしょ。誰も信用できないからな今回。ちょっとか、あ、いるわ。エルさん人狼でしょあなた。え、違うよ。怖上からダイナミックに振ってくるの怖いな。あれ、こっちにはいないね。クリスト、あ、なに、人狼でしょ。なんで、どうした。トッサン人狼でしょ。どうした。トッサン人狼でしょ。いや、何が、ナナシーも人狼でしょ。なんでなんでなんで、どういうこと。いや、私は死神だよ。やった。え、ポンコツ、ポンコツ、わからない。ポンコツ、どうやればわかるんだろう。ポンコツはね、あのスキルをね、使うとね、わかるよ。やってみよう、後で。え、ちょっと待って、なんで俺疑われた。怖いんだが、怖いんだが。
まあね、言うてね、あのスキルをね使うまでオロンクさんはあの死神かポンコツか分かりませんからね。ただいま生存と。ポンコツの人もさ、これ人狼って思ってるわけだからさ、やばいなこれ。見られたか。行き止まりなんだよね。俺この行き止まりにすぐ行っちゃう。なんでなんだろう。おざくさんはあ、わー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 、びっくりした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 、おしゃれから出てきた、肉ちゃんが。はい、おはようございます。というわけで空から肉警報が発令されたところでですね、はい、あ、聞いて聞いて聞いて、ナナシーさん、さっきね、お空から肉さんが降ってきた。あ、肉さん多分前も降ってたから2回目だと思う。ベルさんの上に降ってたから。多分ね、落下し狙ってるあの人。あ、落石どっかであんじゃないこれ。スキル使ってみなよ、ブエルちゃんさ。あ、いいよいいよ、やってみ。はい、うん。あはは、ポンコツだポンコツだ、この子ポンコツだ。じゃあ、じゃあ俺使っていい。はい、いいよいいよ。ポンコツだ、はい、死神のポンコツだ。あれは死神のポンコツ。やった。え、どうする。じゃあここ繋がれたっていうことで。そうだね。あ、あ、聞いて聞いて聞いて。はい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 。今ね、うん、落石のクエスト来たじゃないですか。あ、そうですね、うん、落石エフェクト1から10まで見ちゃった。さてさて、みんなどこにいるんですか。トツさんとかサーモンさんに全く合わないんだけど。落石、うわー、え、落石エフェクト見ちゃった。かっこよ。おめでとうございます。いや、マジでね、綺麗だった。いや、歌いもすごいエフェクトをつけるもんだなと思って感心してたところでした。ロクさん、ところでね、う、うん、俺たちポンコツなの。そう、ポンコツ確定したの。俺たち名刺交換したの。そう、名刺交換して、そう、驚くさんちょっと使ってみて、うん、ここでできたら、俺たち大ポンコツ同盟作れるから。そう、ポンコツ同盟だよ。あのね、驚くさんね、実を言うとね、死神って出てるんですよ。死神でね、ポンコツをね、奪うとね、ポンコツのドット絵がね、見れるんですよ。あー、なるほどね。あ、チャンス。俺たち、そう、チャンスだよ。チャンスじゃないわ。いけ。え、あ、え、なになになに。あ、ポンコツですね、これ。ポンコツだ。ポンコツだ。ほら、もう3人の中入れねー。あ、もうなんかおる、なんかおるて。なんだあの人たち。よしよしよし、ポンコツ同盟出てきた。ポンコツ同盟来ちゃった。初めてかな、デリオってなんて怖いんだけど、めっちゃいろいろ怖い。全然私あれだったんで、あのポンコツ。あ、ポンコツだったんだ。ポンコツだった。全然ポンコツだった。自分がポンコツだともう怖いんだよ。え、だって、聞こえた人、聞こえた人、聞こえた人。あ、何が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 、あの方向聞こえた人。じゃあ俺ポンコツだ、じゃあ俺ポンコツだ。じゃあ俺ポンコツだ。あ、ポンコツ CO ってこと。ポンコツ CO ってこと。私ポンコツ。落石、落石折ってる。どこ、おお、ここ、お、跳ね返される。跳ね返される、ここすげえ。バヨーン、バヨーン。バヨーンでいる。跳ね返される、無限にバヨーンでいる。てか、ネグさんとサモク以外見てないんだけど。え、いなくね。いない気がする。死んだ。やばいってね。でも墓ないんすよね、こんだけ探しても。え、じゃあ俺も一応確認しとくか。あ、よし、これ来たよ、ポンコツ同盟の試合来たわ。あ、ナナシーが死んでいる。っていうと、もうニグさんとサンマさんしかいないじゃん。俺たち勝ちです。勇気出した結果勝ったよ、これ。ナナシーさんがお亡くなりになってるんでしょ。あ、じゃあサンマさんかニグシャンがっていう話になる。なんか、あー、なるほどね。え、これもう2人倒して終わりでは。ナナシー落ちてて残り2人。あ、あれ倒した。よし、やれやれ、殺せ殺せ。違う違う、俺違うって。ほら、俺たちポンコツ同盟なんだよ。あと一人だ。あと一人だ。あと一人出てこい。どこだ。ダメだ。あれどこだ。後ろだ。いた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 。死神、死神、死神、死神で、死神 CEO だって。死神だって。勝ったわ。はい。
勝ったわ、ギリギリ勝った。危ねえ、最後ちゃんと投稿したのに仲間入れてくれって言ったのに俺も船乗せてくれって言ったのに